前に来ていただいて、お名前いただければと思います。じゃあ、いいですか。主催者なので、はい、こちら前でいいですか。牧野と申します。今日はありがとうございました。小泉さんが先ほどおっしゃってたように、この問題、反対する人たちって、フェミニストの団体の人とか、単独親権維持したい人たち、シングルマザーの人たちとか多いと思うんですけど、その人たちを味方にしていくやり方ってすごくいいなと思ったんですけど、その上で多分ヴィンセントがさっきからなんかアブダクションは拉致だって強調してましたけど、そういうふうに拉致っていうきつい言葉を使っちゃうと、逆にそういうフェミニストの人たちで言っちゃうというか、逆に攻撃する機会を与えちゃうことになるのかなと思うんですけど、なんかそのあえてきつい言葉で拉致っていうふうに使ってるのはどうしてなのかなと、ちょっと小さいなと思いました。小和田さん、前に来ていただきます。Japan has a penal code. It's 224, which describes the kidnapping of a child. This article does not say anywhere that if it's a parent, this is not kidnapping. This is a misinterpretation by the Japanese police and the judges of the penal code. It is my belief. I also think that the United Nations Convention on the Rights of the Child, Article 35, describes child abduction, well, actually bans child abduction. そうですね、日本の刑法ではやっぱり拉致が禁止されているんですけども、親、保護者からの拉致は認めているわけじゃないので、これは重要なことですね。一般的に拉致は禁止されているべきですので、どうして親からの拉致であればこれを認めているのか、警察から裁判からすれば非常に矛盾していると思っています。I would also add that when a parent tries to find his children who have been kidnapped, then they will be arrested for kidnapping, which means that the abduction of a child is kidnapping in Japan. それから最初に連れ去りをした親は非難されないのに、連れ去られた子供を連れ返そうとすると連れ返そうとした側が犯罪者となってしまう。Intention of the question is, why is it that you prefer the stronger expression "rachi" for child abduction rather than? Well, tsuresari implies that the children will eventually come back, but they never come back. And tsuresari is an invention by the Japanese judicial system to avoid making it a criminal issue. 質問の人にお答えすると、連れ去れていた時には子供が帰ってくるというニュアンスが背後に含まれていて、実態をソフト化するしているわけなんですけれども、実際には帰ってこない、事実実態は帰ってこないので、やっぱり実態に即した表現をしたいという意味で、あえて拉致という言葉を使いたいと思います。すみません、海外の方にしてみたら拉致だし連れ
さりだし、まあ、それはそうなんですけど、多分日本の人ってもうある意味フェミニストの人たち洗脳されちゃってるので、そんな暴力をする人がいたら、まあ、子供連れて逃げて当然だよねって言ってる人たちが、まあ、多数を占めている状態の中で、その拉致とかいう言葉を使ってそれを責めてしまうと、逆にそれがなんか向こうの理屈を強化してしまうというか、そらやっぱり DV じゃんって言われちゃうことになってしまうと思うんですけど、だからその辺はどうなんですか？分かる、まあ、おっしゃることばかりよくわかります。拉致という言葉は、まあ、いろんなフェミニストの方にはあまり受けられないということだから、私はやっぱり子どもの利益、子どもの観点から見て、いろいろ話したいと思います。だからなるべく、まあ、連れ去り使おうか、例えば拉致使おうか、まあ、逆のアプローチで子どもの利益から話しましょうよということは、まあ、私には一番ベストだと思うんですが、あとは、まあ、当事者が、本当に当事者がいろいろこの連れじゃなくても子どももらないので、このニュアンスの連れ去りじゃなくてもう完全拉致と思っているときに、まあ、拉致使うのが私はよくわかります。I also think Japan gives too much importance to what the feminists are thinking. We should give more importance to what the children are thinking. 日本の状況ではフェミニストの方たちにあまりにも気を使いすぎていると思うんですね。それよりも、もっと子どもの利益にの立場に立つってことが大切なんじゃないでしょうか。And if the Japanese created the word rachi for North Korea, they should be using it in the same waySituation in Japan. もし北朝鮮のやっていることに対して拉致ということを言葉を使っているので、それよりもひどい状況における津部さんに対しては当然拉致ということを使うべきなんじゃないでしょうか。いや、すごい気持ちは分かるんですけど、うん、I think ちょっと質問が終わらないと思うので私ちょっと話してもいい？これについてはい、はい、どうぞ。はい、聞こえる？聞こえます。大丈夫。私、言葉の問題、今、感想も地理も言葉の問題も大事ですけど、もちろん、この連れ詐欺じゃなくて、拉致、必ず使ってほしい。もちろん大事なポイントだけど、一番大事は、このシチュエーションにならないようにの社会作ること。どうして、このユニークな、本当朝、今マンさんも一回言ったじゃない、朝普通でもうブレックファスト食べて夕方帰るともう全くなくて、拉致だけじゃなくて子供ももちろん拉致されるけど、子供もお家もエンティーになるし、いきなりもう全く連絡もしないし、この朝まであらじゅっても知りだったのに、このシチュエーションならないようにの社会とかのいろいろ作る大事ですけど、この言葉もちろんすごい、拉致かなんじゃない、キッナッピングか、オネットかも大事だけど、このもっとグローバルでどうしてもうこのやり方になってます。もちろん弁護士の勧めとかいろいろあるけど、これだけじゃなくて、やっぱりもっとディープでこのやり方も絶対ならないためには大事と思います。ここ大使館の方ともいらっしゃいますけど、DV っていうのが言葉として日本に用いられてきたときに、どっかのカナダだったかな、どっかの国のに行った日本の大使館の職員が向こうで刑事罰に問われて、でその時に妻も夫が殴るのは日本の文化だって言ってすごい叩かれたっていうのがあったと思うんですけれども、同じこと今起きてるわけで、で何て言うかな、まあ、夫が妻を殴るのが傷害罪だったら、まあ、親が子供を連れ去る、誘拐するのは拉致でしょっていう単純な議論だと思うんですけれども、まあ、そういった議論をこっちからしていってもいいんじゃないかなと僕はずっと思ってますけど、はい。すいません、もう一方ぐらい質問、フロア行きますとね。
なさい。はい、前いいですか。すみません。私本名は田島と言います。本当は田島なんです。皆さんから田島と言われてるんで、田島でも田島でも結構です。で先ほどですね、原先生からこれいただいたんですけども、刑法の224条に関して原先生が法務委員会で質問されたときに、これ関連することですけども、224条の死体というものは、いいですか、赤の他人であろうと、国家権力であろうと、道教であろうと、仏教であろうと、成立しうるんです。で、先生が言われたのは、じゃあ、法務衛は何かといった場合に、子どもの自由権だったら、皆さんに随分言われてるんですね。と同時に、一方の親の監護・監督権の侵害なんですよ。で、成立するんですよ。で、皆さんが言ってるのは、擁護性の制約自由っていうので、それがあるんかないかということに関してですけども、ほとんどの場合は、擁護性の制約自由っていうのは存在しません。要するに、要は、正当防衛だとか、そういったことが成立する、つまり一方の親が、子供を継続的にぶん殴っているとか、そういう場合に一時的に保護という場合は、いわゆる違法性の逆自由が成立するけども、そうでない場合は、224条は成立するんです。で、実際私は、平成22年の1月に、刑事告訴をやりました。で、これは、結果的には僕がその当時、刑法をあまり知らなかったために、起訴猶予になりました。でも、これ起訴猶予っていうのは、明らかに刑法224条に違反するんだっていうことを、はっきり書いてるんですよ。で、加田先生がそういうことでもって、先ほど、キドナッピングとか、チャイルドアブダクションだとか、そういう言葉で、ちょっとどうのこうのって言うけど、あれ、チャイルドアブダクションですよ。拉致誘拐ですよ。キッドナッピングじゃない、絶対違います。それを日本は子供の脱出という言葉に置き換えてるんですよ。わかりやすい言ってること。拉致誘拐なんですよ、あれ。それをごまかしてるんですから。そういう視点からよく考えてほしいですから。意見として受け止まればいい。まあ意見です。はい、ありがとう。それだけです。もう一方ぐらい。手短に手短にします。松村です。手短になんですけど、ジュリアンって映画ご存知ですか。フランスので、あれもいわゆる共同親権がフランス国内における共同親権と、それからその DV の問題っていうのを取り上げていると思っていて、でフランス国内、その要は DV の話と共同親権の話ってフランスの国内でも、まあ、ある意味課題になってるのかなというふうに思ってますと。で、今回、まあ、このね、どうして日本は非難されるのかっていうような話の中で、なんだろうな、まあ、今日、懇親さんからもいろんなご指摘をいただいたと思うんですけど、特にどこがさらに国際的に見て問題なのかな、要はキッドナッピングが問題なのか、子供とそのキッドナッピングされた後会えないっていう状態が問題なのか、いや、はたまたその共同親権になってないっていう、なんか問題がいっぱいありすぎちゃっていて、日本の国内の中で、ね、一体何が問題なのか、それともにキッドナッピングのビジネスの問題なのか、どこが特に問題なのかという、はい、やっぱり日本の法律が単独親権である限り、連れ去りが続けると思いますので、まず日本の国民たちがちゃんと法律を守っている人たちですので、さっきこの話はあったんですけど、70年間民法について変わってないので、社会がいろいろ変わったのに、やっぱりまず共同親権と法律で変えることは一番重要なことだと思います。
On the DB question, I'd like to add 2 points. In Japan, 150,000 children are kidnapped a year. Most of it, people are claiming domestic violence. That means that Japan must be the most violent country in the world. Or Japan is the biggest lying nation in the world. But you cannot have 150,000 domestic violence case in Japan. That's the first point. 日本では DV 2点指摘させていただきたいと思います。日本では毎年15万人の子どもたちが会えなくなっているわけですけれども、この人たちは DV だと言っています。もしその主張が正しいのだとすれば、日本は年間それだけの数の DV があるとても暴力的な国だということになります。そしてもしそれが全部 DV でないのだとすれば、大嘘つきの国だということにはなりませんか。 The second point is, when I was doing the hunger strike, many female organization lawyers criticized my action. ハンガーストライキの間に女性団体の弁護士の人たちからたくさん批判を受けましたけれども。But when mothers came to explain that they had been the victims of child abduction, no one accused them of domestic violence. 多くの同じく連れ去りに遭っているお母さんたちが来たときに、彼女らに対しては何も非難をされませんでした。And none of these feminist organization has done anything to protect these mothers victim of child abduction.そしてこの女性の利益を保護すると言っている団体たちは、この連れ去りの被害に遭ったお母さんたちに対しては何もしてくれていません。Domestic violence happens everywhere in the world. DV はどこの国、世界中どこの国でも起こりますけれども。But the government has a framework to protect the real victim and the children. 政府が この連れ去り問題の本質を隠蔽しているとしか思いません。Finally, the problem with the DV excuse in Japan 隠蔽の理由として DV を使っているとしか思いません。Is that the real victims now are not being protected as they should. そして本当の被害者は本来受けるべき保護、法的な保護を受けていないのです。Because the system is being abused.なぜならば、制度がそれを隠蔽しようとしているからです。映画ジュリアンはフランス国内ではどう見られているんですか。あれは要は共同親権は DV に、DV 保護に、ね、DV 防止にならないみたいな、そういうメッセージがすごく中に含まれていると思うんですけども、あの映画っていうのは偏ってるなっていうふうに思われているんですか、フランス国内。見てない。すいません。うん。見てない。あんまり見てない。じゃあいいです。はい。すいません。はい。ちょっともうお時間の方も差し迫ってきたので、質疑の方はこのくらいで終わりにしたいと思います。お三方ありがとうございました。改めて。受付の方で今カンパの集約をしていただいたので、ご報告していただいてよろしいですか。はい、ここでもいいですよ。今日のカンパは19,970円でした。どうもありがとうございます。ありがとうございました。それから会の方からもう時間が来ましたけれども、行動提起をさせていただきたいと思います。今日 の資料の方で用意しました第40ビジョン面の後ろの方を見ていただければと思います。僕たちは共同親権訴訟ということで、国の法制審議会の方では共同親権についての真面目な議論というのはしていないというふうに僕は踏まえているんですけれども、
まあ、裁判で勝てば、裁判で勝てばですね、当然民法を返されるような状況に国の方を追い込まれますので、そちらに全力を中研究していきたいというふうに思っていますけれども、これからの裁判所宛てに、勝訴に向けた判決を出せと、単独親権の違憲だというふうなはがきを皆さんに書いていただいて送るという行動をしていきたいというふうに思います。今日はちょっと用意していませんが、会員向けには、郵送で、資料として送りますので、ぜひそちら書いて出していただければというふうに思います。それから、別居や、まあ、シングルマザーとか、子供に間の親とか子供、親が離婚した子供とかの状況については、さまざまにアンケートが取られているんですけれども、別居の実情については、これまでまともに調べられたことはないですので、そういった被害実態、今その DV とかいう話もありましたけれども、まあ、僕は話聞いている限りでは、別居の方も随分被害を受けているんだなというのはよくわかりますけれども、そういった被害実態をちょっと明らかにしていくアンケートを、会の方で作って、実施していきたいと思います。そちらも協力いただければと思います。それから、先ほどからの来たるその衆議院議員選挙に向けて地元の議員候補者に、意見をしてほしいということを言っておりましたけれども、まあ、解散されたら議員もただの人ですので、その時点でどのような共同親権についての考えを持っているのかということについて、まず賛否を聞くっていうことがあってもいいんじゃないのかなっていうふうに思っておりまして、それ、まあ、個別で取り組んでいただいても全然構いませんし、あるいは討論会を開いて議員を呼んでいただくっていうことでもいいと思うんですけれども、まあ、会の方でも賛否のアンケートを取るようなものを用意していきたいというふうに思いますので、そちらの方ぜひご協力いただければと思います。それから最後に、お手元にリーフレットを作りましたので、今日こちらで受付の方にも大量にありますので、ぜひ持って帰っていただいて、この間 の共同親権に対する反対の意見についての、反論、誤植です、はい単独3番の単独親権から単独親権、単独親権は共同親権の誤植というのを今ご指摘いただきましたので一番ポイントにしたんですか、大変失礼いたしましたまあ、そういったアンケートとかじゃないや、議員に向けての取り組みに向けてもこういったものを活用していただいて、いただければと思います、よろしくお願いします。ちょっと時間をしましたけれども、最後に原告の方から一言、ご挨拶をいただきたいと思いますので、原告の皆さん前の方に来てください。ちょっと急いでいただけると助かります。代表しまして、お方の方から一言ご挨拶いたします。ご挨拶いたします。よろしくお願いします。I'm speaking on behalf of every plaintiff in this law case as a mother of, as an alienated mother for 12 years. 原告団代表いたしまして、本日この機会をいただきまして、ご挨拶をさせていただきたいと思います。本日はご多忙中、超短波のご支援ご協力をいただきまして大変ありがとうございました。自分が2人の子供たちと引き離されてから12年、正式に親権を失ってから10年になりました。妊娠中の10ヶ月を体内で育て、昨日まで一緒に寝ていた子らと引き離されて、家事法制の中では何の支援も得られない現実に、当初数年間は呼吸をするのが精一杯という状況でした。
本日お話をいただいたフィッシュさんのような社会的な行動に訴えるというような勇気も気力も行動力も全くありませんでした。当事者としてこの10年間何にもできないで来たことを本当に今当事者になっている皆さんに対しても申し訳ないと思っています。親権を奪われた母親ということで社会の白い目で見られる中、当時より共同親権の重要性を訴えてこられた宗像さんの発信がこの12年間私の心の支えとなってまいりました。離婚件数の私が当事者になってから離婚件数の増加とともに当事者の数は増え続けております。同時に社会に訴える行動を起こされる皆さんも増えてまいりました。 SNS を通じての発信も活発になる中、法制審での審議も進んでいると聞いています。私と息子たちの失われた12年間は決して戻ってきません。息子たちのように片親を知らない世代をこれ以上増やしたくはありません。本日ここにお集まりいただきました皆様の子供を思う愛情が一刻も早く子供たちに伝わる、そんな世の中社会へ多くの人々の力が結集していったら素晴らしいと思います。本日は大変ありがとうございました。長時間ありがとうございました。これにて今日の集会は終了としたいと思います。ありがとうございました。ドラトーザンさん、ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん頑張ってください。応援します。大変なんか忙しくて申し訳ないんですけど、ここ部屋の方をすぐに片付けないといけませんので、荷物整理して、ありがとうございます。ありがとう。よろしくお願いします。ありがとうございます。朝、お願いします。